ご視聴ありがとうございます。前回は、パソコン用、表計算ソフトの誕生を、案内したんだけど、今回は、パソコン用、表計算ソフトビジカルクが、いかにパソコン産業に影響を及ぼしたのかを、案内します。影響？そう、表計算ソフトビジカルクが、生まれていなければ、今日のアップルも、半導体の巨人、インテルも、ソフトウェアの巨人、マイクロソフトも、生まれていなかったかもしれないよ。ええ。表計算ソフトビジカルクは、ダニエル、ブルックリンと、友人のボブ、フランクストンが、1979年に開発した、パソコンで初めての、表計算ソフトなんだけど、当時、1970年代末は、パソコンの黎明期で、いろんなベンチャー企業が、パソコンを販売していたんだ。でも、パソコンを何に使うかは、まだ、模索中の状態だったんだ。ゲーム、ワープも。ベンチャー企業の一つ、スティーブ・ジョブズと、スティーブ・ウォズニアックが、創業したアップルは、1978年にアップル2を発売。1993年までに500万台も売れたんだ。パソコン黎明期を代表する、ベストセラーパソコンなんだけど、その、アップル2の販売に、大きく貢献したのが、表計算ソフトビジカルクなんだ。なんで？それは、確定申告。確定申告？確定申告とは、政府に対して、国民が収入や支出を申告して、税金を決定する手続きのことだね。アメリカでは、サラリーマンであっても、確定申告が必要なんだ。日本のように、会社がしてくれるわけじゃないから、アメリカ国民の一人一人が、確定申告をしなければならないんだ。この確定申告の計算に、表計算ソフト、ビジカルクが、重宝されたんだ。アップル2は、コンピュータ好きの、一部のユーザーだけでなく、多くのユーザーに、受け入れられたんだ。表計算ソフトビジカルクが、欲しいかな、アップル2を買うということ。そうなんだ。生活に、どうしても必要なソフトがあるから、パソコンを買う。優秀なソフトウェアがあれば、ハードが売れる。というビジネスモデルが確立されたんだ。アップル2が欲しいんじゃなくて、表計算ソフトビジカルクが欲しいから買う。そうことなんだ。新しいビジネスモデルができたんだよ。この出来事から、アップルはソフトウェアの重要性に気づく。この後、大成功する iPhone も、アップルストアを中心とした、アプリというソフトウェアコミュニティに、よって大成功したんだよ。iPhone のアプリ数って、今、200万超えているみたい。ソフトウェアが、ハードをフェイス。時代は戻って、1980年の初め。コンピューター業界の巨人 IBM は、Apple II と、表計算ソフトビジカルクの成功を見て、パソコン市場への参入を決意するんだ。IBM は、企業向けに、1台、数億、数千万円の、コンピューターを売っていたんだけど、パソコンの表計算ソフトに、新しいビジネスの可能性を見出したんだ。そして、短期間でパソコン市場に参入するため、CPU で、インテル、OS は、マイクロソフト、表計算ソフトは、ロータスと、手を組み、パソコン市場に参入したんだ。独占攻撃だね。これをきっかけに、パソコン市場は急拡大。市場の主導権は、CPU は、インテル、OS は、マイクロソフト、表計算ソフトは、ロータスが握り、3社は、巨大企業へと躍進していくんだ。IBM は短期間で、パソコン市場に参入するために、外部の企業に頼ったため、外部の企業が主導権を握るようになって、IBM の主導権は薄れていったんだよ。つまり、表計算ソフトビジカルクが、新しいビジネスモデルを作った。そうだね。大切なのは、
人々の生活の中で必要であるものを作り出すこと。そして、ソフトを制するものがハードを制すということかな。なるへそ。パソコン、スマートフォン、ゲームも、おまけビジネスモデルだね。そうだね。任天堂の元社長、山内博史さんが、こう言っています。ユーザーは、ハードを買うんじゃないんですから、ユーザーはソフトを買うんですからね。ユーザーは面白いソフトで、遊びたいということでソフトを買うんです。ところがコンピューターですから、ハードがないと遊べないんですね。仕方なくハードを買うんですよ。ソフトを制するものが、ハードを制す。